多分一緒です。ね、このビデオではね、またあの地下鉄で、半蔵門線で、ね、ちょっと、ね、スマホの通信ベンチマークに行ってみました。ね、半蔵門線の大体場所はね、押し上げを出たあたりからね、半蔵門線の半蔵門線あたり、半蔵門あたり、上り方向に移動したら、テスティング室を開始するので、UQ モバイル、UQ モバイル、使った回線は、ね、これ UQ モバイル、おしゃべりプランなんだけど、このスマホはね、これ赤いアロー M04 プレミアム、M04 のプレミアムモデルです。どんなスピードが出たでしょうか。
お越しになりましてお待ちください。一番線の電車、東急田園都市線。二番線発車いたします。ご注意ください。中央臨海駅です。
どうも、どうだったでしょうか。結構ね、スピード、やっぱりさすが UQ モバイル、すごいスピードでね、100Mbps とかね、一番初めの頃出てたんだよね。これはほんと早い。100メガって普通超えないからね、地下鉄で走って、地下鉄の中で計測して。結構珍しいぐらい早いですよ。これはね、ただもう一つ気がついたのは、だんだん通信速度が遅くなってくるんだよね。押し上げあたりからだんだん都心に近づいていくに従って。やっぱり混雑度が都心に行くとこう上がっていくから、だんだん遅くなっちゃうんだろうな、っていう感じです。だからね、僕の大体住んでる押し上げあたりっていうのは、結構通信状態がいいんでしょうね。多分渋谷区あたりとか、港区あたり、港区の青山一丁目とかね、計測したりするよりね、押し上げとかで計測するより、する方がね、結構早く、スピード出るんだなっていうのをね、ちょっと感じました。じゃあまた。チャンネル、チャンネル、チャンネル登録。チャンネル、チャンネル、チャンネル登録。チャンネル登録。チャンネル、チャンネル、チャンネル登録。チャンネル、チャンネル、チャンネル登録。チャンネル登録。